今回はですね、鉄道模型で N ゲージ150分の1スケールで、トミックスの品番が、7179ですね、7179、EF81 の、400番台で、JR 貨物更新車ですね、こちらについての、レビューを行っていきます。ということでですね、まずは、正面からです。はい、まずはですね、正面から今映しているんですけれども、ライトが当たっているちょっと明るすぎますかね。ということで、ライトをつけて暗めに映してみました、これが一番見やすいんじゃないかなという感じでね、正面ですがいかがでしょうか。ちなみにこれはですね、側面の細部の様子ですね、各種表記がきれいに印刷されています、素晴らしい完成度ですね。やっぱ最近は、鉄道模型もね、こういう細部に凝ってるっていう感じなんですね。でこちらがそうしますと2エンドですね、2エンド側ですね。はい、2エンド側から、はい、2エンド側からですね、1エンド側にかけて移していきますね。ちょっとあれですね、屋根上の特高圧配線がなんか歪んでますね。これが、1エンド側ですね。で今度は反対側ですね、の側面。こういう感じですね。これは。これ1エンド側ですね。1エンド側から、はい、2エンド側ですね。これを受けてですと、こんな感じですね。はい、で、屋根上ですね。屋根上は、加藤製と違ってトミックス製ですので、ああ、なんだこりゃ。ちょっとここの出来がね、気になりますね。たわんでますね、特高圧配線ね、ここのねところで屋根の灰色からですね、下の車体色がねちょっと見えているところが気になりますね。ということで今回もですね、そうですね、今回もですね、屋根上の、ホイッスル等はですね、ユーザー取り付けになってますね、信号変化も含めてなんですけども、だからここの細い配線のところはね、なるほどね、すごいよくできてるんですね。ということは逆側も同じようになってるわけですね。あ、ここのところですね。ここは逆によくできてますね。はい、セットの中に入ってるものですね。機関車本体以外になんですけども、説明書とですね、こちらのパーツですね、が入っていて、袋から開封すればいいんですけども、ナンバープレートですね、こちらね。ナンバープレートと、これなんだ。やっぱ袋から出した方がいいですね。こちらナンバープレートなんですけれども、入っている内容としましてはですね、EF81 の、400番台ということで、403号機、404号機、406号機、一番下408号機といった、プレートが入ってますね、車番ですね。こちらが、最近のトミックスらしくですね、ナンバープレートもリアゲート式ということでですね、ナンバープレートを車体にはめ込んだ時にですね、表面側、車体側に露出している部分ですね、側にはランナーとの接続部分がプレートには来ていなくて、で、ナンバープレートの裏面側、要するに車体に取り付けた時に、もう見えなくなってしまう部分ですね、看護する側に、ランナーとの接合部分が来ているので、はい、ですので、そうですね、ピントが合わないですね。あ、ありましたね。はい、ということでですね、この、要するにこのランナーとのプレートの接合部分っていうのが、出てこない、なるわけですね。
それから、このような構造にすることによってですね、従来ですとこのプレートのこの側面の部分に、ランナーとの接合箇所があった関係で、どうしてもですね、失敗してしまうとプレートを垂直に切れなくて、でプレートの一部まで斜めて切ってしまったり、斜めじゃなくてもちょっと小さく なりすぎて、で車体とプレートの間が隙間が空いてしまったりとかっていうのがあったり、そうですね、ちょっと今度は逆にね、ナーブプレートが大きすぎちゃってっていうのがあってね、でそして大きすぎたからっつって、で斜めっててっていうんだと、どんどん切っていくうちに、そうそうそう、ちっちゃくなりすぎちゃってっていうことがあり得たわけなんですけれども、このようにすることによってですね、比較的きれいですね、プレートを車体に装着できるようになっているというわけですね。ということでですね、最近のトミックスはですね、この機関車に関しては、ナンバープレートがリアゲート式に改善されて、でなおかつですね、予備部品が入るようになったわけですね。はい、こちら、普通の車両、電車と同じでですね、セットでも同じなんですけれども、電車シートが、ね、2枚になったりという感じで、予備品が入っているということで、ユーザーフレンドリーになっている。その代わり逆にはですね、その分値段は高くなっているんでしょうけれども、やっぱこの予備部品が入っているっていうのは、やっぱり安心感、保険っていう感じになれると思いますので、多少値段が上がってもね、この方がユーザーフレンドリーであると自分は感じますね。はい、それからこちらはですね、手すりと屋根上の、こちらはですね、前面の手すりと屋根上のホイッスルと信号円管で、こちらはですね、前面のカップラーですね、ダミーカップラーと TN カップラーが入っているという感じですね。でこの灰色の部分 と、ちょっとちっちゃめのカップラーですね、こちらがダミーカップラーになっているということですね。ダミーカップラーの方が、大きさがですね、小さいので実車と同じ寸法に近づけるということで、ダミーカップラーが最近のトミックス製では入っているんではないかと思うんですけども、うちではですね、やっぱりその見た目かつこの連結もできるということで、 TN カップラーを機関車の前後につけるという感じですね。はい、そうじゃないと10連とかでできませんし、1エンド2エンド側をひっくり返してっていうのは使えなくなっちゃうんですよね。はい、こちらですね、ライトを点灯してパンタグラフを上げた状態ですね。はい、しっかりとですね、電球色が再現されてて、ハロゲンらしくですね、再現されてて、非常に実車らしさが出ていると感じます。はい、ボディを外した動力ユニットの上部分なんですけれども、充電を考慮されましてですね、ライトの消灯というかね、こちらはオンオフは隠して、ライトの部分を隠して、遮光するタイプだと思うんですけども、ライトスイッチがですね、ついていますね。確か EF64 もやっぱり充電で走る機関車ですので、こういったスイッチがね、あったかと思いますが、EF81-400 もやっぱ貨物牽引を考慮されていて、で、貨物トンネル内での充電運用を考慮されて作られた機関車だったかと思います。製品状態では屋根上がですね、外資が成形色で、それから特高圧配線の部分も成形色で銀色、成形色ですと屋根上機器ですね、外資と特高圧配線ともにですね、成形色の銀色となっているわけなんですけれども、ここにですね、グリスの、緑色ですね、青緑、GM のですね、青緑と、白37番ですね、白3号をですね、混ぜて、なんとなくこうグリスっぽい色を作ってですね、それを塗布しました。そしてパンタグラフはですね、ネズミ1号、GM の鉄道カラースプレーでは9番ですね。こちらを吹き付けて、特高圧配線ですね。こちらはですね、エナメル塗料の銅を、塗布しています。それがですね、正面から見ますね、こういう感じですね、になりますね。
カプラは TN カプラを付属のものに変更という感じですね。子ですね。高圧配線が、まあ、抵抗器カバーですね、手前側に来るように、まあ、移した方がですね、まあ、高圧配線は、まあ、この抵抗器カバーの影にならなくて済むので、まあ、移しやすいんですけれども、ピントが合わないな。はい、特高圧配線ですね、を、銅色にね、はい、特高圧配線ですね。特高圧配線を、銅色で塗った様子がこちらですね。あまり濃くは塗ってないですね。こちらはですね、特高圧配線に銅色を塗布した様子なんですけれども、抵抗器の、手前側に特高圧配線が来ているように映さないとですね、まあ、抵抗器のカバーの、まあ、裏に高圧配線かが、まあ、隠れてしまうんですね。こんな感じですね。今回ですね、品番が7179の EF81400 番台、JR 貨物更新車なんですけれども、うちではですね、2台導入したんですけれども、まあ、左の方はですね、まあ、こちらの動画に挙げましたような感じでですね、実際にこう、有名な撮影地にね、薩摩川内じゃないや、右側ですね、こちらはですね、新潟県内ですね、まあ、特に、この窯をね、追って取ったわけではないんですけども、狙って取ったわけではないんですけれども、まあ、この窯はですね、 EF81 の406号機がまたまたま走ってきて取れてという感じで、でそれからですね、まあ、同じく、まあ、日本海側で北陸線をこう、西の方にですね、まあ、南下っていうかね、していくと、まあ、今度湖西線に入るわけなんですけども、まあ、湖西線内で、まあ、雪の日ですね、やっぱりそうですね、新潟県内で撮った時も雪の日だったんですけれども、まあ、同じくですね、こちら雪の日にですね、湖西線内で同じこの EF81 の406号機を、まあ、撮った。しかも、まあ、狙っていたわけでもないし、貨物列車自体はね、まあ、まあ、来てくれればいいなぐらいで、貨物列車がこの時間に来るっていうのも知らずにですね、まあ、取れた。で、その2階は偶然取れたということもありまして、そのこちらの EF81 の406号機が、ああ、そっかそっか、トミックスからこの、EF81400 番台の JR 貨物更新車として出てくるんだということで、あ、これはぜひうちも入れたいなということで、入れたんですね。まあ、この窯番もね、ちゃんとナンバープレートに入ってましたので、今回は403号機と406号機で、2機入れることはもうそうですね、決めていました。